ちゃんもファブの動き読んでます。仕上げてますよ。ファーストキラーチョコレート、なんとセージ。ただシュガーゼロも天才を落としました。ここでの打ち合いもシュガーゼロ、アステルの射線も通っています。カバーの位置取りもぴったし、人数差ができました。はあ、そして A を開けました。ありますからね、もうリテイク配置でも十分というのところで B が警戒してますね。さあ、ボットは回収しています。 B の中には入っていないのを確認。そして設置の音が聞こえました。グラビティベルで吸って設置は阻止、相手にクレジットは許しません。次の設置でエントリー、シュガーゼロ完璧なエントリーだ。素晴らしい設置はさせません。このゼロ距離での鷹のフラッシュというのが避け切ることができませんし、破壊することもできない。ブリーチのフラッシュより避けづらいですからね。狙っていくチョコレート、後ろからのサポートは少し遅れました。いやでもフェイク、フェイクができるソルダム、鷹をおとりにしました。いや今でソルダムって本当にいいグレネですね。センターへの圧力をかけたメイ、天才を取って人数状況4対4、スペクターの距離まで持っていきます。スパイクをパック。一方ソルダムもフィスカーを倒してこれで3対3。ネルフィー、ここも強気での勝負。ここアステルを率いてのツーマーセル。ここはシルフィー取り返した。ガーディアン2キルです。このスモークのタイミング、パラノイア見えました。抜き返すんですが体力59残ったシルフィー。さあここからスピードアップ、テンポアップしていきます。ちょうどそしてロング2人で入っていきますが、メイのペイント弾からのスタート、そしてブームオットも追いかけてきます。ターゲット先が変わりました。ネルフィーが中で耐えます。シルフィーも返した。なんとかキル交換ではハブゲーミングかと思いきや、ラストはチョコレート。フラッシュを食らっています。このフラッシュは2秒間ありますから。食らったフィスカー、しかしフリック、うわっ、うわエコラウンドですよ。これがフィスカーですよ。これがパパの立ち回り、乗ってきましたね。フィスカーサンキュー。長プラスのスモークを焚いて、ヘブンにいるシルフィーバレましたよ、シルカーで。そしてヘブンにドロップ。これは2対2の状況、蘇生はあります。あと30秒、フィスカーを助けます。打ち合い、アステルが潰した。ただフィスカー残っています。ロックダウンを放った。これしかも残り時間20秒ですから。ヘブン車でしたね、よかったですね。撃てない、グレネード配置、上からフィスカー残り12秒、あと10秒。ただナノスアーム中、バイク入手、残り時間はありません。設置は間に合います。見えない、スパイクを設置、入ってきます。残り1名、ミンティを潰して、フィスカーの足音がしました。オフアングル、左だ。シュガーゼロクラッチプレー、読み切りましたね。ワンオンツー、しかもこの2大トップのフィスカーミンティを落としました。ホールドローンではいなかった位置です。勝負しにかかったネルフィー、そして一方アステルも詰めたところ潰されました。ここは中を掌握します。安定した設置、さすがに名はショーストッパー使わないでしょう。そうですね、2オン4というのもありますし、 B 前でもキルが発生しているので裏も怖い状態ではありますね。一旦スモーク張るか、ショックダースとスローブが飛んできます。ナノさんも仕掛けられましたね。視界をブロック、割れるまでは時間かかる。割ってから中に入ります。ここにはシルフィー待っています。チョコレートといい射差、何も見えない。ハンターズフューリーが来る。ハンターズフューリーでの開始、メイを落としました。手前ではフィスカー、何も見えないがカバーに入った天才。しまうと急激に苦しくなります。シュガーゼロ強気で出た。ナノスワムで一旦足止め、パラノイを入れていく。最後の一人だ。先にシルフィーが落ちました。ワンオンスリー、アステルいいピークです。そうですね、あと30秒。ファーストキルは
天才を潰します。ミンティのカバーが入ったメイ落とした。パラノイアの開始。一方シーカを打ったようにも見えましたが、今間違えてリグロス出しちゃったんですけども、全員で入っていきましたね。コズミックディバイルは消えました。壁を立てます。サイト内の配置はやや悪いのがハブゲーミングです。ポイントに2人。ただチョコレートは前に出る。チョコレートは強気だ。ただディスカ天才チョコレートとどんどん溶かされていきました。ラストシルフィー、パラノイアを入れます。裏設置ですね。1人目、2人目は惜しいポジションでしたが、ブームボット3人で入ってくるところをミンティ自ら抑えに行きます。はあ、ここはフィジカル勝負。しかもここで引けたの大きいですね。グラビティウェルも使わせて4人での取り返し、しっかりヒールも入ってからの取り返しのポジションは問題は、フィスカーがどのタイミングで入っていくかですね。少し味方の意思とは、なんとこのトンネルでの勝負。シュガーゼロ2キル、しかも生きてる。この勝負でも勝った。3キル目、ラストはフィスカー。スポンガーも取れてるんで、もうほぼシーロングというのは分かってます。ネルフィーがゴーストで抑えました。ファーストラウンド1でエントリーのメイ、スモークを抱きながら、しかしリコンボルト綺麗な位置に刺さって、ナノスワンの餌食。しかし無理やりジャッジとシュガーゼロのカバー。ソルダムが入っていく。人数をかけたノーセプション。残り1名。シュガーゼロが切れている。一枚上がってる。キレッキレです。いかがですか US。 2枚目は警戒されてるとは思うんですけれども、ここはでもアステル体力半分以上削りました。出てきた天才も潰され、このまま A のエントリーがスタートしています。ドローンとトレイルブレイザー両方使いました今。なおかつサイトラも取れてるんで、リテイク苦しいですねこれは。うおー、走り打ち。非常にランダム性の高い打ち方でしたね。そうですね、これメインの HP もないですし、もしかしたらがありますよ。折り返し2対3。シルフィーチョコレート半身が見えました。体力少ない、削れれば十分です。でもヘブン下はアステルが待っていました、ね、的確な配置。アステル気にしましたかね。まだ勝負する。グラビティベルには引っかかりません。天才2キル、いや十分すぎる。そしてキャリアダウンのアナウンス、セーフティーなプレイをしていると思います。映画も詰めたらタレット反応しますからね。チョコレートにヒルが回るとさらにクレジットの温存ができます。最後はミンティーです。ロックダウンブレードストームが上がった。そんなら、ただその手前で止めるショーストッパーではありません。あくまで設置を解除するところを止めたいというショーストッパーの運用になりそうです。1人目フィスカ、5対3。天才がアステルを抜いて5対2。ネルフィーが A ショット残りますけれども、チョコレートのキルとなりました。ディフェンダーサイドからの寄り、天才のポジション重要です。ショート取れました。そして設置はさせない。いや今シルフィーのダークカバー、狙い目はオペレーター。ショート3人ですが、なんとトレイルブレイザーが前に来ましたけれども、そんなの関係ありません。天才のカバーも入ります。天才冴えている。2キル取りました。これでラッシュを止めます。しかもシルフィー前目、もう、まあ、そもそも攻め側でのこの、ああファーストヒルはメイです。しかしチョコレートが取り返した。今日のチョコレートは自らキルを取りに行くプレーです。うわ、これはハンターだ。ハンターズフューリー返し、これが天才のアビリティ。当てますね天才も。本当にセプション3対3の取り返し。確定する。パラノイア、リコンボルト手前にはいません。木の中にいる可能性も考慮。2人抜いた。ラストはスモークの中出てくる。シュガーゼロ、ミンティなんと取り返して3キルです。いや今のミンティの動き見ましたか。ヘブン下でショーストッパーの音が、シュガーゼロの立ち回りが本当に重要です。入ってく鬼の立ち回り、このタイミングで入っていきます。解除はどうだ。まだしません。アステルメイノーセプション、なんとか返している。うわ裏見ない。スモークを耐えて
ハーフまで解除させたい。抜かれた。ハーフまでは行った。しかしこれ以上は難しいでしょう。一人抜きません。ハブからすればほー、ワンピックすれば相手の攻撃の目を封じることができるというところでのワンピックでしたが、ソルダムも怖がらず中に入りました。なんかこれ映画挟めてますね。嫌な位置で倒されました。アステル。いやー、スポーン側も警戒しなきゃいけなかったんですよ。潜んでいます。こんな状況ありますか。お互いが後ろを取られています。お互いがいる場所がわからない。さあこれスパイクはどうだ。ブレードストーム、シルキーがなんとこの位置に。そして A 確保。しかも今ブレードストームの音でだいたいフィスカーの入り値は分かってるんですよね。スパイクを設置。あるのか。クラッチプレイ2本使った。カブした。またオーバータイムだ。意識しての立ち回りですね。まずは A ショートでのアクションからメイのファーストキル。ソルダムがロングで2キル目。一方そのソルダムを、しかしグラビティウェル使わせる前にミンティ、パラノイア入れた。ハサミだ。 A ハサミか。時間はある、時間はある。ギリギリの A ハサミ成功です。あと10秒。ゆえさん、こんなギリギリの A ハサミ見たことありません。しかも残り時間少ない状態でアステルは位置が分かってない。アランボットもある。ワンオンツーロックダウン。絶望のロックダウンです。壊せないです。これはロックダウンのことを考えると残り多分15秒ぐらいでのリテイクです。そうですね、設置40秒のロックダウンが13秒。もうすでに20秒以上経過してますからね。そしてクリアリングを踏まえるともう行くしかありません。離婚割り切るしかない。ミンティ13番目。いや、このラウンド映画で2人落とされたのにミンティがないっていう情報を取ってて、映画に寄っていったんですけども、 C 側中央の情報を取ってたわけじゃないんですよ、はい、ただファブゲーミングがその情報がなかったはずなのに B の詰めてるのがあまりにも早くて、なおかつ A にも抜けるからね。ミンティ1人目2人目3人目は十分すぎます。しかしここはパラノイアだ。絶望のパラノイア。うわ、キル取ってる。さらにスローブ、時間はない。ネルフィンも HP ないです。スパイクはドロップ、スローブ、ただ抜きましたよ。ショックボルト、全てのアビリティを。グラビティウェル使わせる前にシュガーゼロを落とせたのが一番大きかったですね。そうですね、 B の要になってましたからね、シュガーゼロは。さあ今度はノーセプションの攻め。26ラウンド目。ラッカバー、ホットハンドまで入れてリコンボルトに移りました。メイをまずは潰していたチョコレート、ソルダムは中に入ります。シュガーゼロまで中に入って中をしっかり取れましたが、ヘブンにはもう構えているミンキー、しゃがんでいるので当たりません。勝負したネルフィーとソルダムです。2-on-3。これヘブンとどっち取りますかね。ダブルヘブン。これアステルが A メインを取れていて、なおかつショートはガレージ塞がれてるんで、今ノーセプションはヘブン以外見なくていい状態です。カメラ壊します。いい、リコンボルト、リコンには映りません。天才、いいカバーですね。ヘブン下を倒しますが、ネルフィ、どうだミンティ、さすがに勝負しすぎました。シルフィ、これで武器回収。バンダル取り返しは手前にいるソルダムはシルフィーが落とす。またもやセカンド取るのか。引っかかったぞ。ここはシュガーゼロがシルフィーを落とした。なんとか抜けたシュガーゼロ。落とし切った。解除は間に合う。ローンからのラッシュです。素早いラッシュ。抜いた。2人目、ホットハンドで前に出ません。天才、横で控えているミンティと天才のクロスも射線。ミンティ、天才、ここでも、ね、設置後ではなく設置前に使うことによって相手がどのポジションを取ってるのかをファブゲーミングは抑えきることできないですね。
配置が少し分かりづらいですが、ミンティがなんとガレージからロックダウンを使う前に潰しきった。さあガレージには抜けないのが分かっています。お互い抜き合いが始まっていますが、ショックダーツも避けています。チョコレート天才の取り返し、カメラと返しのリコンボルト、一旦カメラで位置は分かっています。ただ外す時間はありません。チョコレート残り1名、時間はない、取った、解除は、あっ、ちょっと時間も少なかったですからね。おお、何が見えた、見えてるのそれ。いいピークです。いいカバーが入りました。今のミンティのピークうまいですね。相手にあえて打たせて、打たせて相手がアビリティを構えたところで前に出ましたからね。相手の引きたいポジションは非常に強い。逃げられないぞ。さあここは蘇生のハンターズフューリーが失敗、むしろヘブンに打ちました。そうですね、じゃあ残り1名、ここはチョコレート、キルは取るもののシュガーゼロ、これを取ってメイン、それダメ、レッツゴー、しかし返していくフィスカー、今度はフィスカータイムだ。ここはシュガーゼロが対空を抑えました。2on3、どこにいるか分かってる。いいタイミングのニューラルセクトですが、もう始まっています。エントリー壁を立てての解除は、壁も壊しているノーセプション、この角度はどうだ、アステル走りながらハンターズフューリーで時間稼ぎ、ヘブンに乗ってますよ。この音は聞こえてますが、メイが暴れます。結構ヘブン車バレてないですよ。ミンティワンキル、フィスカー取り返してワンキル、ここではミンティチョコレートも入っていく、ワンオンツーです。蘇生もありますけれども、ヘブンでの蘇生を考えます。これで天才復活、勝つよ。ドローも流しますけれども、シルフィーが倒された。これでワンオンツー、抜きが抜き返しました、まさかですね。先ほどはヘブン下にミンティがいましたので警戒して下までクリアしました。さあ5人での取り返し、アビリティはアルティメットお互いありません。フィスカーからのスタート、これで裏警戒必要です。これ A 面に取られたら大きいですね。そしてヘブンからのエントリー、リコン抜きました。2人目、ジャッジでシルフィーも入っていく、ここも見えている。あ、これはカメラに映りました、あえて映ったまま天才のカバーを待ちます。ただ中からです。しかし天才、何それ、スモークルケ、2人目見えましたか。あ、足音だと思うんですけれども、ただスモーク抜けの判断が、しかしアステルもその展開を変え、アステル次第です。本当に打ち勝ったのはミンティ、ロックダウンは使わない判断、一バレましたね。パラノイア、どうだネルフィ、耐えられるか、角度を変えての解除、抜けません。シルフィーといえば勝ち解除、いや今のダウン、隠れるフィスカー、まだ今しかない、ソルダムがいった、まあ出ますよまだ、しかしここは引きます。取り返しです、カウントダウン開始、逃げられないぞ、ハンターズフューリーの開始、上からソルダム、これは一旦バックします、打ち切ってますね。シュガーゼロバックル、パーフェクト、では大きいラウンドになりそうですね。ミンティもセンターを抑えていたことによってガレージも取れています。さらにはくぼみ、ポイントには3人、裏取りもないのでこれで分かりますから、一旦ホットハンドで打たれないようにケアします。いや取れてるポジションが多すぎる、フラッシュスモーク中に入っていくが関係ない、しかしネルフィーの2キルとソルダムの1キル、まだチョコレート残ってますよ、人数状況逆転、しかしチョコレートが中で耐えています。ミンティ時間を稼ぐ、ワンオンツー、大事なファーストラウンド、まだ時間あります。チョコレート、残りワンワン、時間を稼ぐだけ、うわー、クラッチプレイ、
ここでのハサミフォルダムが待っています。スパイクドロップ、中央でキャリアダウン、丁寧なスパイクドロップまで持っていきました。いや、メインの位置危ないぞ。パラノイア、ここは抜いています。世界後の一人だ。シュルフィー続ける。いや、武器回収できますよ。これ武器差が、ね、ちょっとチームのことを考えて出ない出ないっていう位置の方が強い気がしますが、ソルダムその分これはきますよ。真上ですね、はい、ここで壊していきます。ソルダム3キル目、1人だ。その流れに乗ってネルフィーも1キル取ってミンティを抑えました。一番れてますよ。視界を押す影が向かうぞ。このシュラウドステップ深いです。はあ、いいシュラウドステップでしたけどバレました。悪魔のようなピー守りです。あ、来ましたよ、行きました。ソルダム1人目、下がる判断はできません。一方通行、うわー4キル目ソルダム、あー決まった、パーフェクト。逃げられないぞ。ハンターズフューリー2人刺さった。ソルダムを落とし切った、人数逆転、3対3。ただここで2対3、ホットハンド熱い。チョコレート耐える、耐える。しかしここはアステルキャプテン、ファーストキルはソルダム。オペレーター落ちましたか。蘇生はあります。蘇生かけますね。今は死なせない。そしてハンターズフューリー、ここは蘇生のタイミング、フィスカチョコレート普段無理やり打ちました。さあこれもしかしたらオーディンで抜かれる可能性もありますけど、ただ高めの位置をシルフィー取っていく。1人目、2人目は取れず、メイが中に入っていく。後ろから天才、どうだオーディン、しかしオーディンだ。体力は29、ペンティ、ワン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 、ここはシュガーゼロだ。オッケー、まあ、ヘブンからの3輪のリテイク、シルフィーも早めにヘブンを取りに行く動きしてたんですけれども、1キルで止まってしまって、ヘブンからのなだれ込みに対応しきれなかった。12対8、武器無理やり購入します。マッチポイントですからね。保管高まってきた。12対8、ノーセプションが取ればマップ取得数1対1。ここでの打ち合い、じゃあニューラルセットで一バレる、倒されてニューラルセット打てますよ。場所がバレます。ネルフィ場所がバレた瞬間、ここでのオーディ抜き、しかも B 側まだワイヤーとカメラあるんですよ。そしてメイが A メイン出てしっかりミンティを落とし切りました。ラスト2人、ノーセプション勝ちが見えてきました。しかし天才、さらにはチョコレートのキルによって2対3。ただシュガーゼロしっかり抑えて、最後はソルダ、しかもここお互いアルティメットがないんですよ。はい、こうなると純粋なアビリティ勝負。まあ、ニューラルセフトは倒してからじゃないと使えない。そしてこのワイヤー初めて、いや、あ、もう出ません、出ますだ、分かってる。どうだ、 A ショートでの戦いはファブだ。これ昨日の試合で研究してきましたよ。ヘブン倒されてしまいました。上を取りました。これで A5 に戻ります。先に入っていたメイが倒され、ここもショーティーの距離ではありません。フィスカの2キル、さらに3キル目、止まらない。オフアングルでのチョコレート、難しい、ここはチョコレート、アングル的にはもう少しで見える。メイ起きたぞ。 A でキャリアダウン、ティーカーズアドバンテージをうまく生かしましたね。しかもヒーターショート出してシュガー吸い込んだ。しかしフィスカ対策している、リコンボルトが刺さっていました。起きたメイ2キル目、3キル目はさすがに難しかった。残り15秒、ソルダムがカバーに入りました。ラストワーム、そしてロングから入っている。カメラの射線もありますが、お互い1キルの取り返し。ソルダムがフッカで耐えますが、シルフィーのキルによって2-2交換。取り返しには時間がかかります。蘇生です。アルティメットもないですからね。さらに1キル、4対2まで持っていきました。
素晴らしいシルフィーのキルによって3本目設置まではいけました。ファブの配置少し位置取りが難しいです。問題はこの窓です。ショーストッパー、ここは1-1交換、相打ちです。斎藤浦和リテクしましたね。ここの打ち合いではフィスカ2オン2、逃げられないぞ。ハンターズフューリーだ、完璧だ。フィスカ4-5、5人でのリテイクを抑えなさそうですね。できてはいません。銃口が見えました。1人目、ソルダムのフラッシュから2人目、3-3、分かんなくなりましたね。これは自分で食らってしまった。アステラ武器回収しますよ。3人目、2-on-2です。エコラウンドチャンスがある、ただタレットが邪魔です。あーソルダム、いや間に合わない、間に合いませんか。十分な削りにはなりました。取る能力というのはファブゲーミング非常に高いですね。いいオフアングル、しかしミンティが勝ちます。ダークをしていたミンティが合流。いやここでシーカーを打つってことはリテック出てないですね。 B 側をはあ、ここに分けましたか。ただ上を取っているフィスカ、天才も上に乗っています。出るところオペレーターで狙われ、そしてアステルのカバーが入りました。ただ3-2、天才ワンウェイでしっかり見ています。おー勝負勝ち、天才。あと10秒、残り8秒、中設置しかありえません。チャージがない、中に入っていくメイは仕留めた。いや止めた、設置できない。ラウンド終了です。ノーセプション、はあ、パラノイア入れますか。いやジャッジなんですよ。打ち合いジャッジに勝ちました。ショルダービッグ、まあ、本命になりましたね。 B はそうですね、斎藤浦和まで取れましたからね。ワープ警戒でしっかり壁を立てています。チョコレートを2キル目、ナノスワーム蘇生、完璧な状態で相手の入りを待ちます。抜けてる、シュガーゼロの抜けはスルーです。ナノスワーム3-2、ラスト1人、シュガーゼロを抑えたのはチョコレート。こっちはバック走る位置と、左が見えました。そこはメイ、マーシャルで頭を打ち抜きました。ヘブンを取ります。ただヘブン飛んだ音聞こえてないですね。浴場とランプ、そしてディフェンダーサイド2です。守り側の配置かなりこれもバラバラな状況、ごちゃ混ぜの状況ですが、メイのおーマーシャルが胴体、シュガーゼロも取った、2-3、壁を立てて、しかしそれが反射して壁もギリギリ耐えます。壊、ね、れそうでしたけれども、メイが3キル目、いったぞメイ、起きた4キル、ここから取り返していくノーセプション。フィスカはスルーだ、横にもいる、中にはフィスカーがいるぞ、しかしそこはメイだ。そこに入っていくのはアステル、メイも中にの、カメラもあります、全部見られてますこれ。頭、おいおいメイどうするんだ、メイとミンティ、さすがにここはメイだ。 A5 なんですよね。シュガーゼロのファーストキルからフィスカーシルフィーのショーティーとシェリフです。残り1名、メイの1キル、ネルフィーの2キル、ラスト天才を打ち、シルフィーは構えます。抜かれているが耐える、弁慶のように耐えたシルフィー、そして天才の1キル、ミンティの取り返し、4-3、さあ行け、超重要ラウンド。頭1個見えました、取り返しはファブだ、バリオーブ、時間を稼いでいく、穴は1つ開いています、横から出れます、シルフィーでいくメイ、ヒーローは遅れてやってくる、ファーストキルはソルダム、2キル目はメイ、ネルフィーもそこに加わってきた、スキルの交換、ディスカー、ワンオンツー、残ったのはメイ、ヒーロー、ワンワン両者、あと10秒、出ていくのメイだー、天才ランプへのエントリー、
一方その天才トリプルラにいた天才をソルダムが抑え、ヘブンからそのソルダムを落としました。オフアングルのメイ、今回はフィスカ、うおー2キル目待っている。トリプワイヤを切ら、刑事起動。ここの勝負はどうでしょうか。解除フェイク、時間は稼いでいます。ショックダーツに任せた、ネルフィのショックダーツによってしっかり止まっている。今度はフィスカーターゲットを変えた。いやチルフィだ。いや結局はお前だよ、ガチ解除はお前だ。取りたい、フィスカー高め、バイクのラップ、完璧だ。来ます。ロングからの警戒もあるでしょうか。肘が見えた、見えた、避けた、避けました。テルフィとさらに天才口出しだ。もう一人当たってる、タバ一応バレましたね。バッキーは相手にしません。いった、おー、しっかりとショーストッパーでのエントリー、味方のカバーも素晴らしかったですね。自分たちの前線をしっかりと押し上げていきました。手前にいたチルフィーを対応できたのも大きかったですし、はい、最後の残った2人、ミンティの裏取りを外、ここにソルダム、しかし天才クリアリング成功。人数状況4対5、二分から開きました。いや、ここのロックダウン、ロックダウン高め、チョコレートのワンキル、シュガーゼロ落ちました。ハンターズフューリーはありますけれども、ロックダウンに対しては使いません。あくまでこの設置を阻止するためのハンターズフューリーはどうだ。気合の焦る2キル、ハンターズフューリーで止めるが、3発打ち切った、衝突進行してる。ショックダーツ打つものの、フィスカー半分から 100% へ、いや決まった。ライディングライトでしっかりと補足したのも大きかったですね。これまだ分かりませんよ、これノーセプション取ったらまたファブはエコになりますから、エコの沼にはめさせることも